木ササげは、農前かずらかの落葉鉱木。別名では、雷ササげ、川切り、ヒサギとも呼ばれる。小役名で、あずさミノると呼ばれる。日本で、死の字は一般に、あずさと読まれ、川の木科の水目の別名とされるが、本来は、木ササげのことである。落葉鉱葉樹の高木で、高さ5から10メートル。中国原産と言われ、日本には古くに渡来し、 一部は日本各地の河川敷などの湿った場所に野生化している気化植物である。かつては雷よけになるとして城や神社仏閣に植えられた。樹皮は灰褐色で縦に裂け目がある。葉は大きく、幅の広い甲羅形で浅く散列する。花期は6から7月。枝の先から塩水果汁を出して、ロート状で淡い黄色の内側に、 紫色の斑点がある花を咲かせる。果実は長さ30センチメートルほどある細長い果てで、中には種子が詰まっており、捧げに煮るので木捧げと呼ばれる。庭木として植栽されるほか、花材としても使われる。実は利尿剤になり、材は中国では半木にした。本種とその同族植物陶器捧げの果実は、日本薬局方に収録の省薬。 木捧げである。これは、あずさみるともいい、利尿作用がある。伝統的な漢方薬ではほとんど使わず、民間薬的なものである。ありがとうございます。